ラッキーピエロは有限会社ラッキーピエログループが本社を置く北海道函館市を中心とした道南地区で展開するハンバーガーショップチェーンである。愛称はラッピ。1987年6月創業。道南地方では長谷川ストアと共に名物チェーン店の一つに位置づけられている。ハンバーガーチェーンであるが作り置きをせずに注文を受けてから揚げたり焼いたりして 提供する方式を採用しているため、ファストフードではないと謳っている。地産地食という言葉を用いて地産地消を進めている。肉や米は北海道産を用い、野菜類は店舗のある函館近隣で栽培されたものを極力採用するなど地元の食材を使用するようにしている。店舗も道南地区以外への出店依頼を断って地元に集中し、 2013年度職業別電話帳、タウンページ、函館市、大島、日山地方版掲載の店舗数では、マクドナルドやモスバーガーといった国内大手4社合計の店舗数を上回り、道南地区では最大のハンバーガーチェーンとなっている。こうした地元に密着した展開により、函館を中心とする道南地区の人々の故郷の味となることを目指している。主力のハンバーガーでは、 甘辛いタレを絡めた、鶏唐揚げとレタス、マヨネーズなどを挟んだ、チャイニーズチキンバーガーが、当店の一番人気となっている。このほか、酢豚や、エビチリを挟んだハンバーガーといった独自性の強いメニューを展開しており、ボリュームも多いことで知られている。また、美味しいだけでは、記憶に残らない。お客様に驚きと感動を与えて信頼されなくては、口コミで広がらないとして、 顧客のアンケート用紙を創業者の大一郎自身が目を通してその要望やアイデアを取り入れようとしている。そのため顧客の要望があったとしてハンバーガーショップながらカレーライスやオムライス、カツ丼などのメニューも提供するようになった。さらにラーメンやあんかけ焼きそば、ピザなどを一部の店舗で販売しているほか店舗ごとに装飾のテーマを変えて一点一点異なる。 店の作りにするなど、店にも、個性を持たせている。ハンバーガーチャイニーズチキンバーガーザフトッチョバーガー、サイドメニュー毎年、マイバーガーアイデアコンテストを開催しており、食肉会社などの法人を含めたメニュー提案の中からファン投票で商品化するものを選んでいる。なお、このコンテストの、頻繁に新しいメニューや数量限定メニューが登場する。 五稜閣公園店函館市北都市峠下,下総本店七重町森町厚っ部長その他お客様に驚きと感動を与えて信頼され口コミで広げることを目指しているその後芸能人メディアによる製品の紹介により一躍有名となったまた各メディアの取材を積極的に受けることで宣伝の代わりとしており CM などマスメディアでの自社宣伝はほとんどない ラッキーピエロに来店した、有名人、グレー SKE48 チャイニーズチキンバーガー、肘型としゾウホタテバーガーザフトッチョバーガークジラ味噌、カツバーガーその他。ありがとうございます。